SCP-1133-JP。 アイテム番号、SCP-1133-JP。 オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。その性質上、SCP-1133-JP の完全な収容は実現していません。レベル4以上のセキュリティクリアランスを所持する職員を対象に、SCP-1133-JP の購入を担当する職員を各サイトに1名以上常駐させてください。対象となった職員は通常の業務に加え、SCP-1133-JP の発生が予定されている日には購買部で正規の購入を行ってください。購入された SCP-1133-JP は、サイト81の専用収容ユニット2各号1冊ずつのみを保管し、残りは焼却処分を行ってください。SCP-1133-JP-B に対しては発売当日中に指定される通りに記入し、各サイトに設置されたポストへ投函してください。レベル4以上のセキュリティクリアランスを所持する職員に対しては、SCP-1133-JP の閲覧が許可されます。説明。SCP-1133-JP は、毎週木曜日1の午前0時に、不明なプロセスを経て各サイトの購買部に出現する漫画雑誌です。氏名は、週刊少年財団、出版社は、カーター出版、とありますが、同名の出版社及び雑誌は存在しないことが確認されています。印刷された言語は、出現地点の周辺において最も一般的なものが使用されます。SCP-1133-JP に掲載されている作品、以下 SCP-1133-JP-A は現在財団が収容している、あるいは追跡を行っている異常存在に関連したもの。あるいは財団の保有する職員、施設に関連するものであり、また過去に確認される限り、SCP-1133-JP-A の内容は SCP-1133-JP の最初の出現より168時間以内に実際に発生しています。SCP-1133-JP-A の詳細は資料 1133-JP-1 及び資料 1133-JP-2 を確認してください。SCP-1133-JP-B は SCP-1133-JP に付属しているアンケートはがきです。氏名、年齢、電話番号、住所。最も面白かった作品を記載する欄が共通して存在するほか、各号ごとに異なる質問が複数記載されています。SCP-1133-JP-B の全ての欄に記入してポストに投函した場合、その時点で SCP-1133-JP-B は瞬時に消失します。この際、GPS を用いた追跡は全て失敗に終わっています。調査の結果として、SCP-1133-JP の内容は投函された SCP-1133-JP-B への記入に応じて変更されており、最も面白かった作品として投票数の少ない SCP-1133-JP-A が終了し、次回の SCP-1133-JP の出現時に新たな SCP-1133-JP-A が開始する傾向にあります。SCP-1133-JP-B の例を表示。今号に掲載されている読み切り、手作りフレンズビルダーズについて、1主人公、ビルダーベアの印象について、当てはまるものをすべて選んでください。可愛い可愛くない怖いかっこいい、かっこ悪い。優しい意地悪友達になりたい友達になりたくない。面白い面白くない頼りになる、賢い頭が悪い。真面目ふざけている、応援したい応援したくない。2ストーリーの印象について、当てはまるものをすべて選んでください。わかりやすいわかりづらい明るいくらい新しい。ありがち展開が読める、展開が読めないテンポが良いテンポが悪い。面白い面白くないインパクトがある、インパクトがない。サンクマのお友達の材質は何がお好みですか？当てはまるものをすべて選んでください。布と綿木材金属プラスチック紙、血液増物胎児指耳。足毛編集済み編集済み編集済み。事件記録 1133JP1-20 年10月14日。
大人気お礼関東から青マス 52P、波乱の大展開、と銘打たれ、SCP-1133、JP-A、トカゲの日常、のページ数が増加しました。73時間後、SCP-682 が SCP-1133、JP-A の内容に沿う形で収容違反を発生させ、再収容までに死者、名、重軽傷者、名の被害を出しました。その後の調査により、SCP-1133、JP-B の、最も面白かった作品、に SCP-1133、JP-A、トカゲの日常、を選択した職員が全体の8割を超えていることが判明。SCP-1133、JP-B への記入が他のオブジェクトの収容に大きな影響を与える可能性を考慮し、以降の SCP-1133、JP-B の、最も面白かった作品、の選択は担当博士により決定され、各職員へ伝達する形に変更されました。資料1133、JP-1、現在連載されている SCP-1133、JP-A より抜粋。日本語での作品名と活用手段。池、僕らの機動部隊、活動中の機動部隊に発生するアクシデントの事前察知、並び発生後の事前策の構築。トカゲの日常、SCP-682 の活動監視。大海波オデン、クロバ、SCP-973、JP の活動監視。ドクターの不思議な冒険、幼稚遊戯団体、博士、の活動監視。消耗品、D、D クラス職員の補充スケジュールの確立。オブジェクト発見伝、収容プロトコルの事前確立。怖いお話、SCP-2006 の活動監視。編集済み、編集済み、資料1133、JP-2。過去に連載されていた SCP-1133、JP-A より抜粋。日本語での作品名と連載時の活用手段及び打ち切り理由。見つめて、彫刻ちゃん、SCP-173 の活動監視。収容プロトコルの確立後、前述の手順を用いて打ち切り。エージェント、つぶらやの憂鬱、エージェント、つぶらやのプライバシーの尊重を目的に打ち切り。SCP-J、該当するオブジェクトが確認されず、手順を用いて打ち切り。iPod、SCP-131 の活動監視、対象オブジェクトの脅威度の低さより打ち切り。O-5、その真実。最重要機密の漏洩防止を目的に、口述する緊急事要手順を用いて打ち切り。ブライト博士と賢者の石、ブライト博士の活動監視、存在を察知した博士が、編集済み、により打ち切り。SCP-1133、JP-B に不満点を併記し、悪かった作品、として対象の SCP-1133、JP-A を明記した状態で投函することで、任意の SCP-1133、JP-A の連載を早期に打ち切ることが可能です。現在までに確認された範囲で、最短2号での収容が発生します。最重要機密の漏洩防止においてのみ、この手順の利用が許可されます。実験記録1133、JP-1。SCP-1133、JP-A の内容。ユークリッド級オブジェクト、SCP が収容違反を発生。実施方法。SCP の収容状態を厳重なものに変更、収容違反を防止。結果、作中の描写通り、SCP は収容違反を発生。機動部隊の出動により鎮静、再収容。実験記録1133、JP-3。SCP-1133、JP-A の内容。D-46243、身体的特徴、作中での故障より特定。以下同様、ガセーフ級オブジェクト、SCP の実験に参加している。実施方法。D-46243を実験に参加する前に収容。その後収容ユニット内部に放置。結果。収容措置は効果をなさず、D-46243 は収容ユニットより毒力で脱走、その後他サイトで行われていた SCP の実験に乱入し、作中の描写通りの行動後に死亡した。解剖の結果、死因は収容措置の際に注入された毒物であることが判明。
実験記録 1133JP5 SCP-1133JP-A の内容 D-58500 が政府級オブジェクト SCP-JP の実験に参加している。実施方法、ケテル級オブジェクト SCP に関連する実験へ D-58500 を投入。過去の被験者の死亡率は 100%。 結果 D-58500 は様々な偶発的な要因が重なることで生還 SCP に関連する複数の新たな事実が判明。その後 D-58500 は予定通り SCP-JP の実験に参加。分析、これうまく使えばすごい便利なんじゃないか。実験記録 1133JP-9 SCP-1133JP-A の内容、財団本部がミサイルにより破壊され収容機能が消失。実施方法、新たに財団を設立、外見を財団本部と酷似させた木製の張りぼてを作成し本部に設定、最低限の収容施設を建造し、直後にミサイルを投下。結果、何事もなく、財団の本部及び収容施設は破壊された。以降、対象の SCP-1133-JP-A が関連すると思われる被害は発生せず。分析、SCP-1133-JP によりもたらされる結末を回避することは不可能だが、ある程度のコントロールは可能らしい。それはつまり、題材となったオブジェクトにとっても同様であることが予想される。活動監視の補助として SCP-1133-JP は非常に有用だが、そこに描かれた未来が我々の予想通りに訪れるとは限らない。SCP-1133-JP に強く依存する監視プロトコルの構築は永久的に凍結すべきだろう。